かに道楽は、関西、関東、東海、中国、四国の各地域にあるかに料理の専門店。主な運営会社は、株式会社かに道楽で、本社は大阪府大阪市中央区西新斎橋2-9-16にある。各店舗の目印は店頭に掲げられた巨大な、動くかに看板。1989年頃、 コマーシャルソングを作曲した木田太郎の作曲家生活40周年を記念し、道頓堀本店前にて記念公演が行われ、合唱団によってコマーシャルソングが歌われた。当時の様子は木田がゲスト出演している探偵。ナイトスクープで木田のルーツを探る企画にて放送された。同社では1990年に毎年6月22日を カニの日と制定した。これは一般的な星座占いにおいて、カニ座が6月22日頃に始まることと、ひらがなで、かの文字が50音順で6番目、2の文字が同じく22番目に登場することにちなんだもの。このことから、同社では毎年6月にはカニの実月間と銘打ったキャンペーンを行っている。毎年11月6日のズワイガニ解禁日には、 当日仕入れた生ズワイガニを日本海側から本店へ直送するのが恒例になっている。これを関西の地方ニュースで話題にされる。が12月31日まで、オスが翌年3月20日まで、6月22日はカニの日カニザ生まれが主役にカニといえばやっぱりあの場所。ナビタイムトラベル2020年10月21日閲覧ありがとうございます。